こんにちは、斎藤悟です。2023年のカレンダーの詩の説明をさせていただきます。5月。日々の食事、命に感謝し、命をいただく。いただく心が生命力となっていく。と書かせていただきました。これね、まあ僕たち、毎日毎日ご飯食べてます。もう当たり前のことなんだけど、あのご飯って、何かの命だったんだよね。 あの、死にたくなかった動物。そんなこと言っちゃうと食,食,食欲落ちちゃうかもしれないんだけどで。例えばいろんな動物の犠牲になったものを食べさせていただくわけだし、僕たちはとにかく食べ物に感謝をして食べていった方がいいな。で、食べ物に感謝するということが生命力になるんだよね。よくね、あの、元気のない人たちって、ご飯の食べ方ってね、 片手ダラーンってやってね、箸こう持ってね、あの、スマートフォンとかね、あの、タブレットとかね、なんかテレビとかそういうのを見ながら、こうやってね、ダラダラ食べてるわけ。そうすると、あれさっき自分何食べたかってことすら忘れちゃって、ダラダラ食べてると、食べ物に関心がなく食べちゃうと、どうなるかというと、自分に関心のない人間になっちゃうわけ。どういうことかっていうとね、食べ物って次の瞬間、僕になるんだよね。 今、例えばご飯があったら、ご飯があったらね、このご飯を食べたら、このご飯は僕になるわけじゃないですか。このご飯が僕を作るわけですよね。つまり、このご飯は僕なんですよね。皆さんの目の前にあるご飯は皆さんになっていくわけですね。その皆さんになる食べ物に対して関心がなかったら、自分のエネルギーにならないわけです。なので、ご飯を食べるときに、感謝して命をいただくことによって、自分の生命力になっていくのかなって思います。 でね、ええー、まあ、なんとかね、食べるときやっぱね、本当に心を込めていただきますとごちそうさまをしっかり言った方が、メリットがあります。どういうふうにメリットがあるかっていうと、あの、社会人になって、で、ね、社会人になって、あの、学校を卒業して社会人になったら大切なことって、ちゃんといただきますとごちそうさまを言える人の方が、仕事がうまくいくんですよ。自分が会社の社長だったら、ね、 あの、いただきますもごちそうさまも言わないで、命に感謝もしないで、これ、ダラダラ食べてる人と、ダラダラ食べてる人と、ご飯が来たら、いただきますとごちそうさまを言って、でまあ、ちゃんと命に対して感謝して食べてる人。大事な会議、ね、大事な食事会とかに、どっち連れて行きたいダラダラ高学歴だけど、だらだら食べてる人か、学歴がそんなになくても感謝できる人。 どうやらね、僕、いろんな社長さんたちに会わせていただいたんですけど、命に感謝して食べてる人の方が、チャンスが多いんですよ。ちょっと食事行かないね、大事な会になるから、君を誘いたいんだよ。っていうふうに言ってもらいやすいんですね。だから、実を言うとですね、あの、不良の人たち、ね、あの、まあ、僕ね、学生時代でも、まあ、あの、ちょっと不良の友達とかもいたんだけど、食べ方が綺麗な人たちって、仕事うまくいってるの。 食べ方がちょっと汚いとか命に関心がなく食べちゃう人ってのはチャンスに恵まれなくなっちゃうんだよね。で、あの、まあまあこれぐらいにしとこうかな。<laughs> まあ要はね、本当にこれものすごい深い話なんですよ。だから、これからの教育で一番大切なことは学力よりも命に感謝して食べる。それが生命力なんですよ。生命力がない。 生命力がある状態で仕事をしたら学歴がなくてもうまくいく時代なの。生命力がない状態で学歴がいっぱいあっても、結局仕事する意欲そのものがなくなっちゃう。じゃあ何が一番大事かというと、食べ方とか命に感謝することかなと思います。というわけでね、皆さんも、えー、ね、ご飯食べるとき、本当に命に感謝していただくことにて皆さんの人生元気になっていきますので、えー、これからもね、一緒に命に感謝していきましょう。 斉藤悟でした。ありがとうございます。